こんにちは。こんにちは。はい。今日は今日は今日は、はい、前編に続きの、うん、引き続き、はい、引き続き後編。上編。上編。上編ということですね。そうやな、そうやな。後編。やめてやめて。郷さんの後編。そう、郷さんの後編っていう、そう、後編っていうことで。で、引き続く、ちょっと引き続き、あの、ゆきちゃんの…すかしてない待ってというか、全然すかしてません、ね、引き続き、あの、ゆきちゃんのプレゼントして、はいはい、あの、進んで、進めていくけど、そうですね、うん、で、この間っていうか前編で、うん、あの2曲見たでしょ、うん、じゃあ、次も…やっときたか、うん、いやー、その工事の予想曲ね、入ってるかな。入る？いや、入っ…今回もそうだね、前編後編で2曲ずつ、とりあえず、うん、いくから、うん、じゃあ今日はあの曲とあの曲にしようかなって思って、うん、あの曲か、うん、なんだって50年あるからさ。確かにな。そう、その歴史が長いから、うん、もう名曲っていうかね、ヒット曲たくさんありすぎてね、うん、ちょっとやっぱ通りきれないから、うん、もう第2弾とか第3弾も確かに、ね、やりたいから、今回はって感じだな、うん、とりあえずじゃあ、うん、この曲いこうかなって思うんで、うん、この間紹介した曲は70年代だったんだけど、うん、じゃあ今回80年代に入りまして、うん、じゃあいよいよ、はい、80年代か、1981年発表の、うん、お嫁サンバ。お嫁サンバサンバ、お嫁サンバ。お嫁とサンバは一番高そうな感じもする。お嫁サンバ、お嫁サンバ知らない、うん、ああ、そっかそっか、これ聞かせたいな。あ、そっか、ちょっとリアクションがね、うん、ちょっと見たいなっていう、個人的な。知ってると思う？ちなみに俺は。いやー、私知ってるんじゃないかなって思ってた、うん、でも、でも多分この曲名を見てパッと来てないってことは知らないかもしれない。じゃあ、じゃあ聞かせて、うん、お嫁サンバ。お嫁サンバ、まあどんな感じかね、まあサンバって言ってるぐらいですか。アクセスアップと 80% of your home's value with TV Home Equity Flex Line。今日はサンバで参ろうということでございます、はい、タイトルもお嫁サンバ、どうぞ、うん、サンバで参ります。おお、知ってる、知ってる、え、知ってる、え、なんか俺も知ってる、俺知ってる感じやけど、え、知ってる、え、多分マジで、ちょっと待って、結構、そう、前だけ、お、知ってる、めちゃめちゃ知ってるよ。おー、わかんないな、俺は。前だけやった。あ、そうですか。聞き慣れる。20代かな。ねえ。80年代っぽいね、このステージが。なんか聞いたことある、あるような、ないような狭間やな。かっこいいよね。だいぶ前のさ、うん、映像より踊りが増えてる。うん、そうやな。うん。なんか坊さんらしさがね、出てきてる。もともとかなり踊ったりするって感じ？最近のね、イメージは。ああ、なるほどね。前回の効果も全然良かったけどね。うん。踊らなくてもね。一応面白いな。そうだね、うん、複雑な、うん、そう、
アレンジしてるよ。足めっちゃかっこいい、うん、足長いなって、もうスタイルめっちゃいい、線っていうか、うん、似たような雰囲気やけど、めっちゃ、うんうん、そうそうそう、めっちゃ似てる、やっぱり、うん、そういう感じするもん、めっちゃ踊る、うん、ジャニーズの踊りっぽい、そうそうそう、ような気はするな。めっちゃかなりキャッチやけどね。ねそう。絶対一回聞いたら絶対忘れない、なんかられないっていう感じやけどね。やっぱなんかこの時代って結構さ、そういう、ま、ジャニーズが特にそうかもしれないけど、うん、なんかこの時はもうジャニーズじゃないみたいなんだけど。うん、あ、そうなんだ。うん、でもなんかこういうなんて言うんだろう、なんかちょっとアイドル、かっこいいアイドルがそのキャッチーなさ、うん、ちょっと笑えるじゃないけど歌詞みたいな、なんかなんでユニークな曲なんか歌ってるの結構多かったりするじゃん。歌詞は全然聞いてないな。サンバーぐらいしか聞いてない、うん、いやそう、それなんか歌詞を追っても意味はないんだけど、うん、あーそうなんや、うん、お嫁サンバって何みたいな、そうやな、でそれがやっぱさインパクトあってさ、あーなるほどね、でキャッチーで、うん、わざとそのギャップを作るって感じ、かっこいいけどちょっと、そうだね、そういうのがなんか多い気がする、うん、で時代的にもやっぱそういう景気がいい感じというか、なんかそのな、確かにパーティーな感じというか、そうだね、でもよかったわ、うん、俺が思ってた一曲とは違いました、あ、違った、待ってこの目見て今めっちゃ期待してるからあと一曲やろ、ね、あと一曲で来るかな、多分、うん、来るかな、多分来る、いやだって郷さんといえば、ユーバの曲って1曲そのあるよね、いや1曲じゃない、いや1曲って言うと語弊があるけど、トップ的にはそのトップ的なみんなが真似するといえばよ、真似って言うんかな、真似、あーうんうん、モノマネ、モノマネっていうか、あー分かった分かった、うん、じゃあ多分予想通りです、そうやんな、頼むわ、うん、しみない、見ないだって、見えるも見えるも、見とくわ、待って、うん、え、タイトルはだ、それを見ないで、ちょっと待って、それ見ないで、あーっていうところ見、あの、あ、もう今歌った、今ちょっと歌った、歌ってない、歌ってない、歌ってない、俺があの望んでる曲のサビにちょっと似てたから、あ、マジか、ゆきちゃんが今言ったから、あ、これや、そっちか、これか、え、タイトルは2億4000万の瞳、あーそっちか確かにそれも有名やな、いやー郷さんといえばやっぱ あもしかしたらあの、うん、アーチーチー、あ、アーチーチーじゃない、いやアーチーチーも確かにうちら世代は特にこれ知らんかった、知らんかったっていうかそうやな、確かにそう、うん、これもやけど最近のやつもあるやん、いやそう、この曲でさ、そうあの検索したらこの一番出るのがこのファーストテイクで歌ってるやつ、うん、あ、ファーストテイク、ヒロミさん、ボーヒロミさん出てるの、うん、これが今のっていうね、最近のゴーさん、あ、みたいな、最近のゴーさんみたいな、最近のゴーさんみたい、みたい、個人にはちょっと悪いけど、あ、いや、俺も見たい、むしろむしろね、うん、あ、ほんと、え、じゃあ、今のえ、どうな、ちょっと待って、でもそれ映像的にどう、視聴者さん的にどうかな、いや、そう、多分、やっぱり視聴者さん的にはあ、80年代の郷さん、ギラギラギラついた、かまへん、ギラついた、ヒロミ、しつこいわ、しつこいわ、しつこいわ、ギラギラって言わんときに、進行してる人に、ギラギラって、ギラついた言うながら、次に喋ると考えてね、接続詞、分かった分かった、じゃあ、俺一人で見るわ、このファストテイクは、あ、ファストテイクそう、一人で見て、一人で見て、帰り道、一人で見て、
で、あの、概要欄に貼り付けとく。今日の、あの、ね、この、あ、じゃあメインの、そう、その当時の、うん、これね、やっぱね、郷ひろみさんの代名詞だからね、うん、おお、めっちゃダンスやんね。だいぶ映像が新しくなった。おお、やばい、これが代名詞、ジャケットフレーム、やばいな、裸だよな、これすごいな、曲ですよね。すごい。キレキレ。やばい。マイクがどうなってたっけ。人持ち替えたよ。うん、え、すごい。目に見えない。早すぎて。シンでも難しい。でもマイクのロックストーンみたいな感じで本当に。確かに。なんやん、できるよ。でもこれ体良くないと使わんよ。すごいな、かっこいい。かっけーかっこいい、すごいね、スタイルいいわ、うん、パフォーマーだね、本当に。だいぶ散らしてるね。すごいやろな、フェロメンバーね。高いな、やっぱりもうすごいな。めちゃめちゃかっこいいね。もうマジで歩けるんかな、普通に。こんな当時さ、こんなスタイル良くてさ、あんな人歩いてたら、すぐ分かりそう。大スターだよね。もう誰が見ても、お父さんやってなりそう。ねえ。いやしかも今、66歳かな、うん。66歳の今でもさ、変わらない、このね。うん、スタイルもいいよね。若さ保って、いやすごいな。気になるな。パスでいくよ。あ、ファーストテイク確かにめっちゃ気になる。良かったファーストテイクも。あ、見た、もうすでに。見た。コージのあの曲、ゴールドフィンガー99ね。
ね。ごめん、ちょっと今絶対知らんやろ。曲名はそう、曲名ピンとけへんかったけど、アーチーチーですよね。そう、アーチーチー、アーチーチー、そうそう、これ多分ね、スヤ君も知ってる気がする。うん、これ知ってるんだろうか。アチチはあれしか知らんけど、何あの暑い時にアチチって。あ、そうそうそう、それだ。ほんとに、え、サトシさんなの。いや、そう、そうだよ。アチチ、アチチやね。ああ、なるほどね。持ってるんだろうか、だから。お、知ってるやろ。知ってる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 。そうだ、だからやっぱ俺もね、知ってる知ってる知ってる。あ、まあ、さんと言えば知ってる。うん、へえ、そうやで。まあ、まあまあそれはまた次回第2弾でちょっと見たいなって思う。それは紹介するわ、それは。あ、そうだね。そうだね。その曲だけ。それ、その曲だけ。でもまたほんまにそれこそさ、いろんなコメントいただけるかもしれんし、さっきのお嫁サンバの隣で踊ってた女性が実は何かの人ですよ、みたいなとか結構さ、あるやん、そういうのあるかもしれないな。そうだね、視聴者さんがさ、すごい教えてくれるからさ、それをね、見て、あ、そうだったんですかって気づくことが多くて、そう、映像に出てるな、俺らは気づかんけど、この人実はすごい人ですよ。それがすごい面白いよね。あるかもしれないな。そうだね、よかったわ。第二弾楽しみやな。そうだね、うん、来ると思うけど、超アイドルのパフォーマンスは素晴らしい。ね、すごいね。めっちゃよかった。もうアーティストのもう息入ってるけどね。ゴーさん特集。ゴーさん特集。特集。これで満足ですか、ゆきちゃん。うん、満足です。まあまあ満足というか。まあ、ちょっと余韻を残して。余韻を残して、ね。次回の楽しみがね、またあるなって感じで。そうですね。マジで。全然熱くん、それじゃいかへんよ。それじゃ曲かけられへんねん。いや、大丈夫です。そんな静かにいらねん。中断したけど。早く終わらそう。怒られた。はい、じゃあ、今日も視聴者さん、ガサナビだ。チャンネル登録、いいね、コメントお願いします。駆動ちょわよ、ふたけよ、とまよ。